ジョンゲル・レオネル・カディス・フェルナンデスは、ベネズエラ・ミランダ州カラカス出身のプロサッカー選手。メジャーリーグサッカーのナッシュビル SC に所属している。ポジションは FW。2012年3月29日の国内リーグの、デポルティーボ・エル・ビディア戦で、プロデビュー。2013年からは、カラカス FC でプレーした。2015年7月3日、ポルトガル・プリメーラ・リーガのウニオン・マデーラに、 ローン移籍で加入。2015から16シーズンは23試合2得点を記録。翌年7月には CD ナショナルに完全移籍するも、2016から17シーズンは12試合1得点で終了。2017から18シーズン開幕前にモレイレンセ FC に移籍。2018年1月にも流す FC に移籍し、 11試合で7ゴールを決めた後、2018から19シーズンに、ビトリア・セトゥーバルと契約し、リーガ復帰。31試合9得点を記録した、2019年6月28日、SL ベンフィカと2024年までの契約を締結した。その後2019から20シーズン開幕前にディジョン、福へのローン移籍が決定。 2019年11月1日のパリ・サンジェルマン FC 戦では、後半2分に勝ち越しゴールを決め、リーグ王者相手に2から1の勝利をもたらした。2020年9月8日、ナッシュビル SC へのローン移籍が発表。2011年から2年間、各ユース世代のベネズエラ代表に招集。2013年5月に、対エルサルバドル代表戦に向けて、フル代表に招集されたが、 試合の方は不出場で終了。2019年に再招集され、6月のエクアドル戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。